はい、こんにちは。こんにちは。チャンピオンズインズのエバタムツキと、エバタルイです。はい、今日は18回目、はい、膝蹴り。今日は基本的な膝蹴りなので、簡単に、分かりやすく教えていこうと思います。はい。お願いします。よし、じゃあ今日は、膝蹴りを教えていきます。で、膝蹴り、顔で打つ顔面膝蹴りとお腹を打つ膝蹴りがあるんですが、今日は基本編なので、お腹を打つ、膝蹴りを行っていきます。打つところを狙うところっていうのは、基本的にはこの溝落ちって言われるこのあばらがこういう風にあって真ん中のところここを狙うと出る息を上げてますので溝落ち、あとはレバーのところもあるんですが、まあ今日は基本的に真ん中を打つっていう風にしていきましょう。そしたらまずは構えファイティングポーズからいきます。で、膝の打ち方はキックとちょっと違うところがあって、キックは斜めに結構大きく踏み込むんですが、膝の場合はほんのちょっとしか踏み込みません。ほんのちょっと足のこの向きが変わるだけ、骨盤をちょっとだけグッと開かしていきます。そうで、このまま1の号令でちょっと足が開くイメージ、で2の号令で膝、よく真下からこう打つやり方もあるんですけど、基本的には少し斜め45度から入れてあげると骨盤がグッとこういう風に回るので、少し骨盤分10センチぐらいは大きく長く伸びるんですね。なのでちょっと下からこういう風に上がると後ろにこう下がって短い膝蹴りになってしまうので、基本は少し斜めに踏み込んだら骨盤をくってこの前にこの回線ちょっとさせる、この動きで膝を斜め45度から突き刺します。で、モードをす4カウントで言ったら1でちょっと、2で斜め45度から打つ、モードをすっていうこの4カウントで教えていきます。で、最初は足のところだけ意識してみてください。1でちょっと踏み込む、2で斜め45度から突き刺す。で、この時にポイントはこの足こういう風にならないようにしてください。そう、つま先がしっかり伸ばす。で、なるべくここの角度をつけたいので、できる方はここぐらいまでこの角度をちゃんとつけて膝を打ってあげる。1、2、3、4、こういう風にならないようにちゃんと足は畳んで1、2、3、4。今度重心教えていきます。1、2で入る時にこの頭の重心がどこにあるかというのがすごく大事で、真ん中にあろうとする人が多いんですけど、真ん中にあるとどうしてもこういうふうに前につのめっちゃったり、前に打とうと思って前に行ってもつのめってしまうので、基本的には少し後ろ側です。一で踏み込んでるんで、膝を打った時に少し後ろ側にするとここの頭とこの軸が一直線になるんです。ちゃんと2、3、4、少し頭の位置が後ろにくって引いて大丈夫です。1、2、3、そうするとちゃんとバランスよく戻れるようになります。どうですか。で、次手です。手はいろんなやり方があるんですけど、今日は防御もちゃんと教えていきたいので、防御もありのやり方を教えます。基本的には何があるかというと、1で手を振って打つやり方とか、肘を引いているやり方というのは基本ではあるんですが、今日1のこの踏み込みの時に右手がこういうふうにクロスさせていきます。そう、そのまま目、手を出したまま2、3、4やっていきましょう。1で踏み込み、2で出したまま膝を打つ、3で着地の時に手を戻して4で戻す。1、2、3、4。で、なんで手を出すかというと、これ防御になります。相手をちゃんとパンチ来たとしてもちゃんとブロックする、そのまま膝が打てるようにする。これこういう風にやると実践的ではないんですよね。このまま打っちゃうとバカーンってもらってしまうので、基本的には手は前に出したまま膝を打ってあげると防御もできながら膝ができるので、これを最初から覚えてあげるとすごく実践でも使いやすくなると思います。反対は歩くようにして打ちます。このままスイッチしちゃうとなかなかちょっと遅くなってしまうので、1で踏み込んで歩くようにしてこういうふうに踏み込みます。で、この時はもうすでにこの右足は斜め45度向いてるので、歩くだけでいいです。前に歩いたらこのまま1、これが2は足をしっかり畳んで斜め45度から突き刺す、頭の重心ちょっと後ろ、2、3、4です。足の動きだけ見てください。1、2、3、4、これになります。さあ、そしてこの重心値は1、ちょっと後ろに引いて骨盤を少しちょっとだけ前に出すイメージ、打つ時に3、4、そうするとしっかり伸びるので、2、3、4。で、手も一緒です。1の号令でクロスさせる、このままキープで2の足が入ります。2、
1、2、3、4、相手が踏みます。そのまま1で踏み、相手が前に来るとしたら1、2、3、4です。ちゃんと掴んで膝戻す。例えば右ストレート打ってください。3、こっから膝が打てるようになります。1で手を前に出す、そこから膝戻す。1、2、3、4、ジャブを打ってきたら1、2、3、4、1、2、3、4、これがまっすぐになっちゃうとどうしても当たりづらくなるんです。斜めから入ってるからちゃんと相手のお腹のところにポン打てるようなので、少し斜め45度っていうのがコツです。そうで、基本的なこの膝蹴りにプラス今日は手の動きを教えてたんですけど、もしちょっと難しければこのまま手を振っちゃってもいいです。そうで、そのやり方を覚えたら手をキープして打つやり方も覚えておくと実践にもすぐ使えるようになるので、実践の膝蹴りは絶対手をこういう風に前に出した方がいいです。パンチを打たれないの。はい、これは使い分けやってみてください、うん、もし、コメント欄の方に質問とかあれば、質問をしてみてください。そしたら僕たちがもし答えられることがあったりしたら、答えていきたいと思うので、はい、ぜひバンバン、なんかこういうのどうなんだろうとか質問があったりとか、こう僕たちにね、なんかあればそのコメントの方でも受け付けているので、はい、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。します。今日も、YouTube の方、いいねの登録、チャンネル登録の方、そして高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。